一応去年は教育長さんとのお話し合いで、修学猶予を1年したわけなんです。あ、そうですか。で、今年も杉の子の方はもう11名も学齢児、それから修学猶予をなさった方、もう3年2年という方、いるんですね。11名もいるわけなんです。はあはあ、修学猶予を続けると教育を受ける権利が自然消滅してしまうという。勇気を出して母は修学時健診に出かけた。重症の精神薄弱の十字架を背負わされたKちゃん。この障害さえなければこの春小学校の2年生になる年だ。質問する先生も戸惑う。こういう子もいるんだということを知ってもらっただけでも来た甲斐があった。母親は心の中でつぶやく。東京東久留米の杉の子学園にはこのような子どもが16人いる。その中でも重症のKちゃん。2歳の時全身痙攣を起こし、治った時には全く喋らない無表情の子どもになっていた。この子をどうすればよいのか、父親は教育者の一人として悩み続けた。勤める小学校の教壇に立ちながら我が子の教育を問い続けてきた。元気に遊ぶ子どもたちを見ると我が子が思い浮かぶ。あの子のために修学猶予をしてはならない、またあってはならないのだ。あの子たちが入れる公立の学園があまりにも少なすぎる。そう思うようになった父親。しかし教育委員会は、こういうお子さんについてはちょっとこれは教育委員会では把握しておりません。それから問題はですね、一体そういう例えば教育の可能な子と不可能な子があるんですね。杉の子学園に通う子どもたちは教育が不可能だというのだろうか。誕生会に顔をほころばす子どもたち。この子どもたちも生きている。生きていかねばならないから教育が必要なのだ。全国で5万人とも10万人とも言われる教育の場から置き去りにされた未就学児。この子どもたちは教育を受けたいと叫び続けている。それならばすべての未就学児のための教育体制を整えなければならない。教育にもとより差別はないのだから。